それではこの試合で勝利いたしました久光スプリングスの井上有沙選手にお話を伺います。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございました。昨日フルセットの試合を落としてそこから今日に向けてチーム内でどのようなことを話しましたか。昨日の敗戦はチームにとってもすごく痛くて本当にみんな悔しい気持ちだったんですけど、もう試合が終わったすぐ後に選手内でミーティングをしてもう今日できる 100% をやりきろうということで今日は試合に臨みました。今日は、お互い1セットを取ってからの第3セットから急にこう勢いがついた感じがしますが、ご自身プレーしてみていかがですか。私自身本当に今レシーブで崩されていて
悔しい思いをしているので、その分今日はスパイクに専念しようと思ってやっていて、本当にチームのみんなに助けてもらって、こうやっぱり決めきらなきゃいけないなとも思いましたし、やっぱり自分たちのプレーができればいい展開になった、なると思ったので、そこが3セット目のきっかけになったかなと思います。さあ次は岡山との試合ですが、どのようなゲームをしたいですか？岡山さんもとても粘りのあるチームで、簡単に勝つことができる相手ではないと思うので、もう一回今週の反省をしつつ、来週に向けてしっかり修正して試合に臨みたいと思います。それでは会場にいらっしゃるファンの皆さん、そして中継をご覧になっているファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。今日もたくさんのご声援ありがとうございました。なかなか厳しい状況が続いて、本当に試合に見に来れない方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、本当に私たちのプレーで皆さんが少しでも元気になってもらえたらなと思って、一生懸命プレーしますので、これからもご声援よろしくお願いします。久光スプリングスの井上有沙選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。